はい。それでは本日は一級土木施工管理技師の二次検定令和5年の問題2番、コンクリート構造物の検査及び調査について解説をしていきます。本動画の解説資料は PDF にて販売いたします。番組タイトル下の説明欄にリンクが記載されてありますのでそちらからご覧ください。それでは本問題に入ります。コンクリート構造物において行われる調査及び検査に関する次の文章の四角の言い方法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいというものになります。1番、 叩きによる方法は、コンクリート表面をハンマーなどにより打撃した際の打撃音により、コンクリート表層部の e。こちらは浮き、または剥離を把握する方法であるというものになります。今回叩きによる方法と言われるもの。こちらはダウン法とも言われ、このようなコンクリート表面をですね。ハンマーで打撃した後に、この打音をこのセンサーなどで受信し、コンクリート表面部の浮き、または剥離や空撃箇所などを把握する方法になります。 なので今回の問題はこのようなハンマーそして打撃音センサーを用いて浮きもしくは剥離を把握する方法になりますので今回は、e「い」こちらは浮きまたは剥離が正解となります続いて2番反発度法かっこテストハンマー法はコンクリート表層の反発度を測定した結果からコンクリートの「ロ、こちらは強度という言葉が入ります強度を推定するために用いられる反発度法による 推定定結果が所定の強度ですね強度に達しない場合には現位置でのコンクリートの刃こちらはコアという言葉が入りますコアを採取して試験を行うというものになります 2>, 2番 RI 法こちらはラジオアイソトープという意味になりますこのラジオアイソトープと言われるものは放射性同位元素というものになりますこちらは非常に難しいのでここまで思えなくても大丈夫ですこちらの内容といたしまして地盤中に宣言棒を挿入し 線源から土中へ伝わって検出される中性子線、ガンマ線量から土の乾燥密度、湿潤密度、そして岩水量を測定するというものになります。今回はこのような線源棒こちらが重要になるということですね。これを挿入し、この中性子線の検出、そしてガンマ線の検出、この線源棒から放射線を放出していき、そしてこの中性子線やガンマ線をこのように検出していくというものになります。 今回の問題は、このような中性子線やガンマ線によって、土の乾燥密度、湿潤密度、そして元水量などを測定いたしますので、こちらの方法もしっかりと覚えてください。結果の利用方法に関しては、土の締め固めの施工管理に用いられます。続いて3番。現場 CBR 法。こちらは CBR、カリフォルニアベアリングラティオという意味になります。このカリフォルニアは、カリフォルニアの人が提唱したことから、最初の C、カリフォルニアとついております。 レアリング、時空系、そしてラティオは比率となります。路上、路盤の支持力を表す指標として用いられています。内容として、現場の路上、または地盤に直接ピストンを貫入させ、必要な荷重を測定することで支持力を求めるというものがこの内容になります。このように重機があります。重機の下にこの課題であったり、ジャッキ、変異形、そして荷重計などをこのように設置して、そしてこの路盤に直接ピストンを貫入させていく。これが内容となります。 結果の利用方法といたしまして現場の路上路盤の指示力の判定に用いられますのでこちらの方法もしっかりと覚えてください続いてポータブルコーン貫入試験こちらの内容はロットの先端にコーンですねこちらを装着しハンドル付きの貫入棒これを人力で地中に貫入させていきますそしてコーンこちらの断面積と貫入抵抗値こうギュッと貫入していったら土が抵抗してきます この貫入抵抗値の平均から高温指数と言われるものを求めます。この高温指数と言われるものは地盤の強度を数値で表す指標の一種になります。現場の土の強度特性による分類であったりトラフィカビリティと言われる建設機械の走行性、これの良品に用いられます。このような高温指数を求めるのがポータブルコーン貫入試験となります。この高温指数が小さいと柔らかい、大きいが硬いという特徴になります。結果の利用方法として 地盤の高難軟弱層の地盤構成やトラフィカビリティの判定に用いられますのでこちらの試験もしっかりと覚えてください。続いて3番。事業者は高さまたは深さがは、こちらは1.5という数値が入ります。1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないというものになります。今回の問題は労働安全衛生規則の第526条の 昇降するための設備の設置になります。事業者は高さまたは深さが1.5メートルを超えるこのような場所ですね。このような場所に関しては、労働者が安全に昇降するための昇降設備等を設けなければならないというものになります。このような高さまたは深さが1.5メートルを超える作業場所に関しては、昇降設備を設けなければいけないため、この数値もしっかりと暗記してください。続いて4番。事業者は 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険の及ぼす恐れのあるときは、に、こちらは防毛という言葉が入ります。防毛の設備を設け、立ち入り禁止区域を設定する等、当該危険を防止するための措置を講じなければならないという問題になります。今回の問題は、労働安全衛生規則の第537条の物体の落下による危険の防止。事業者は作業のため、 物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼす恐れのあるときは、防盲の設備を設け、立ち入り禁止区域を設定すると、当該危険を防止するための措置を講じなければならないという問題になります。今回の問題は、防盲という言葉が入りますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて5番。事業者は、仮設通路で墜落の危険のある箇所には、高さ、歩、こちらは85という数値が入ります。 8 5センチ以上の手すり等と高さが3 5センチ以上5 0センチ以下の3等の設備を設けなければならないというものになります。今回の問題も数値の暗記になります。労働安全衛生規則の第552条の第1項第4号の以下の主題となります。事業者は仮設通路で墜落の危険のある箇所には高さ8 5センチ以上の手すりまたはこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければいけません。こちらが作業所。 ここから墜落の危険の恐れのある箇所に関しては高さ8 5センチ以上の場所に手すりを設けなければいけないためこちらの数値もしっかりと暗記してくださいコンクリートの養生に関する次の文章の四角の E から法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります1番打ち込み後のコンクリートはセメントの E こちらは水和という言葉が入ります水和反応が阻害されないように表面からの乾燥を防止する必要があるという問題になります今回の問題水和反応と言われるものは このようなセメント粒子と水、こちらが結合し、そして時間が経つと密な状態、この強度が上昇すること、これを水和反応と言います。このような強度が上昇する反応を阻害されないようにするために、乾燥防止のための必要があるという問題となっております。なので今回の問題、反応ときたら、こちら水和が入りますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて次の問題に入ります。打ち込み後のコンクリートは、その部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は、 十分な路状態と書かれておりますがこちらは湿潤という言葉が入ります湿潤状態に保たなければならないというものになっております今回の問題ですが基本的には湿潤状態に保たなければいけませんこのような直射日光であったり風ですねこれからの乾燥収縮を防ぐためには湿潤状態にしなければいけないというものになります打ち込み後のコンクリートはその部位に応じた適切な養生方法により一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならないというものになります 淡水や酸水あるいは十分に水を含む養生マットで吸水による養生を行わなければいけませんのでこちらの用語もしっかりと覚えてください続いて3番養生期間はセメントの種類や環境温度等に応じて適切に定めなければならない日平均気温15度以上の場合「葉」を使用したと書かれておりますがこちらは混合セメント B 種という言葉が入ります混合セメント B 種を使用した際には養生期間は7日を標準とするという問題となっております 今回の問題は、この日平均気温が15度以上、そして養生期間は7日という言葉がヒントになります。建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律、過去建設リサイクル法により、再資源化を促進する特定建設資材に関する次の文章の四角の言いから法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります。今回の問題、まずこのような問題は、令和元年、そして平成26年に出題されております。この太い線が平成26年に出題された場所になるということですね。 そして、令和元年がこの細い線に取材された部分になります。今回、令和3年に関しては、一つも被っていなかったというものが特徴になります。そして、今回の問題ですが、特定建設資材と言われるもの、そして処理方法、処理後の材料名、そして用途、こちらを覚える必要があります。まず、この特定建設資材と言われるものは、コンクリート界であったり、コンクリート及び鉄からなる建設資材、そして木材、アスファルトコンクリートという形で、このように4つに分かれます。 まずこの1番、2番のこのコンクリート塊と言われるものは処理方法として破砕、選別、混合物除去、そして流度調整に分かれます。これは4番のアスファルトコンクリート塊と一緒になります。処理後の材料名といたしまして再生クラッシャー欄になります。あとは再生コンクリート差、そして再生流と調整採石になるということですね。そして用途といたしまして路盤材であったり、埋め戻し剤、そして基礎材、コンクリート用骨材に生まれ変わるというものになります。 そして3番のこの建設発生材ですがこちらは処理方法としてチップ化処理後の材料名として木質ボードや堆肥そして用途といたしまして住宅構造用の建材そしてコンクリート型枠に利用されるというものになります最後の4番こちらアスファルトコンクリート界、こちらに関しては破砕殲滅混合物除去そして流度調整 処理後の材料名といたしまして、再生加熱アスファルト安定処理混合物、そして、表層と基層用の再生加熱アスファルト混合物、そして、再生骨材になるということですね。用途といたしまして、上層路盤材や基層、表層用の材料、そして路盤材、埋め戻し材、基層材などに利用されるというものになります。なので、このような表もしっかりと覚えてください。霧土の乗り面排水に関する次の、括弧1、カッ2の項目について、それぞれ一つずつ回答欄に記述しなさいというものになります。 今回の問題は、このような表面排水口と地下排水口が当てはまる問題となっております。このような2種類がありますが、海苔面崩壊の原因に関しては、多くの場合、地表水や浸透水が関係しています。このような地下水が流れていたり、表面の排水が流れていたりするということですね。海苔面の安定を確保するためには、水の処理が極めて重要であるというものが今回の非常に重要な点になってきます。まず一つ目、切り土のり面排水の目的です。森戸崩壊の防止。 糊面の表面を降雨による浸食から防止するというものになりますなのでこのような森戸の糊面ですねこの森戸の糊面の崩壊防止であったりそして糊面の表面に雨水がこのように浸透することによって浸食から防止するというものになりますコンクリート構造物の施工に関する次の文章の四角の E から法に当てはまる適切な語句を回答欄に記述しなさいという問題になります今回の問題1番 継ぎ目は施工図書に示されている所定の位置に設けなければならないが、施工条件から内継ぎ目を設ける場合は、内継ぎ目はできるだけ先断力の位。こちらは小さいという言葉が入ります。小さい位置に設けることを原則とするということになっております。今回言われている先断力と言われるものは、斜めに引っ張りまたは圧縮がかかる力のことを言います。このように引っ張ったり、例えば圧縮したりすることによって、このように斜めにひび割れが入るということですね。 これはどの位置がいいかと言われますと結果から言うと先断力の小さい位置に設けなければいけないということですね例えばこのような L 型擁壁がありますこちらがスラブそしてこちらが壁の部分になりますこの壁の部分ここに関してはもし打ち継ぎ目をここにした場合先断力が非常に大きくなりますここの幅の面積が非常に狭くなっているためこの圧縮であったり引っ張りの力がかかってしまうとひび割れが入ってきますなのでこのような先断力が小さいこのスラブですねこの部分で打ち継がないと 先断力が大きくなってしまいます。今回の問題は、打ち継ぎ面に関しては、できるだけ先断力の小さい位置に設けなければいけないため、今回の問題は小さいという言葉が入ります。続いて2番。ロ、こちらはスペーサーという言葉が入ります。スペーサーは、鉄筋を適切な位置に保持し、所要のかぶりを確保するために、使用箇所に適した材質のものを適切に配置することが重要であるというものになります。今回は、スペーサーの説明となっております。 スペーサーと言われるものはこのようなものですね。これが鉄筋に取り付けるスペーサーとなります。スペーサーは鉄筋を適切な位置に保持し、所要のかりを確保するために、使用箇所に適した材質のものを適切に配置するというものになります。例えば、モルタル製であったり、プラスチック製、構成などがあります。こちらはプラスチック製のドーナツスペーサーとなります。今回はスペーサーの用語の説明となっているため、ロア・スペーサーという言葉が入ります。続いて3番。 組み立てた鉄筋の一部が長時間待機にさらされる場合は、鉄筋の刃、こちらは防制という言葉が入ります。防制処理を行うか、シートなどによる保護を行う。今回の問題ですが、防制処理の用語になっております。このように、防製されてないものを防制処理を施すということですね。組み立てた鉄筋の一部が長時間待機にさらされる場合に関しては、 浮きサビや泥そして油等の付着を防止するため鉄筋の防製処理を行うかシートなどにより保護を行わなければいけません今回の問題は防製処理という言葉になりますのでこちらもしっかりと覚えてください切リド・モリののりめ保護法として実施する次の4つの工法の中から2つ選びその工法の説明・過去概要と施工上の留意点について回答欄の括弧例を参考にしてそれぞれの回答欄に記述しなさい ただし、工法の説明、過去概要及び施工所の留意点の同一解答は不去とするというものになります。一つ目、種子散布工。こちらは、肥料やファイバー等を水に混合して、糊面にポンプまたは吹きつき岩で吹き付ける工法になります。主に土砂や盛戸土の糊面に用います。このような糊面ですね。ここにこのような肥料やファイバーを、このポンプであったり、吹き付き岩で吹き付けていく工法になります。このファイバーと言われるものは繊維のことを示します。 こちらの施工場の留意点といたしまして、一つ目、ファイバーは施工時に均一に分布できるものにし、水中での分散性が高いものを用いるというものになります。二つ目、のり面は漂流水の影響や湧き水が通っていないことを確認した上で施工する。三つ目、悪天候や真夏時等は施工適時であっても施工は避ける。このようなものが施工場の留意点となりますので、こちらも参考としてください。続いて、針芝孔。 こちらは、芝をのり面に全面に貼り付ける工法で、侵食防止や登場崩落抑制をする効果があります。このような貼り芝工と言われるものは、芝を貼っていくんですけども、目口と目戸で固定し、そしてこのように芝を貼り付けていくというものになります。こちらの施工場の留意点といたしまして、野芝、高麗芝の裏面は、十分に土のついたものを使用して、竹製の目口で確実に固定するというものが一つ目になります。二つ目、 芝は糊芽に対してしっかり密着するように貼り付けその後めどを施工する以上のようなものを参考としてくださいコンクリート打ち込みにおける脱出継ぎ目に関する次の2つの項目についてそれぞれ1つずつ施工上の留意事項を回答欄に記述しなさいというものになります1番打ち継ぎ目を設ける位置こちらはまずこの上層コンクリートと仮層コンクリートこのように2層に分かれるコンクリートがこの打ち継ぎ目が出てきますこの部分ですねこの部分が打ち継ぎ目になります こちらの留意事項、まず一つ目ですが、打ち継ぎ目はできるだけ先断力の小さな位置に設けるというものになります。先断力と言われるものは、斜めに引っ張り、または圧縮がかかる力のことを言います。このように斜めに引っ張られたり、こう圧縮されたりするということですね。そしてこの先断力が大きい箇所と先断力が小さい箇所があるんですけども、例えばこのような L 型溶壁項があります。この壁の部分、ここが先断力の大きい場所、そしてスラブの部分、ここが先断力の小さい場所になります。 このように断面積が非常に狭くなっております。なのでこのように斜めに引っ張り、または圧縮がかかる力が発動するとこのようにひび割れてくるということですね。なので継ぎ目に関してはこのスラブの部分ですね。この部分、ここもしくはここに設けた方がよろしいということになります。二つ目、床組みにおける挫折継ぎ目はスラブ、または針のスパン中央部付近に設けるという意味になります。こちらはこのような壁、針、そして床スラブがあります。 この床スラブのこの中央部分に設けなければいけないということですね。そして針もですね、こんなように立,立面に続いていくんですけども、その中央部分、ここら辺ということですね。なので、このようなスラブであったり、あとは、えー、針ですね、針の中央部分の付近に設けなければいけないというものになります。続いて3つ目。温度応力、そして乾燥収縮によって発生する恐れのあるひび割れを考慮して、継ぎ目位置を定めるという意味になります。 なので温度に対する変化であったり乾燥収縮によって発生する恐れのあるひび割れを考慮して継ぎ目位置をしっかりと定めなければいけないというものが留意点となります。以上のような3項目を参考としてください。盛り土の締め固め管理に関する次の文章の四角の言い方法に当てはまる適切なこ,こを回答欄に記述しなさいという問題になります。今回の問題、まず入る前に盛り土と締め固めの目的についてお話をします。この盛り土と言われるものは傾斜や低地を造成する際に、 土をを持って平らな敷地を造成することを言いますこのような傾斜であったり低地ここを造成することこれが盛戸土になりますこの盛戸土の目的といたしまして盛戸土が崩壊しないように土を密な状態にすることが目的ですこの土を密な状態と言われる言葉こちらは最適元水比で最大乾燥密度に締め固められた土のことを言いますちょうどよい水の量とちょうどよい水の量の時の乾燥具合これを言いますこちらが締め固め曲線と言われるものになります ここが最適の岩水比になります。そしてその時の乾燥密度。こちらが最大乾燥密度になります。このような材料を使わなければいけないというものになります。そして森戸は安定した状態を作らなければいけません。例えば、水の侵入による軟化であったり、膨張を小さくすること。そして土の空気間隙を少なくして、透水性を低下させること。次に、強度特性を持たなければいけません。荷重に対する支持力を増加させる。そして最後に、森戸の施工後、変形を減少させなければいけません。 乾燥後の厚密進化をなくすという、このようなこことが挙げられます。このような締め固めの品質規定といたしまして品質規定方式と言われる品質基準を定めるものそして広法規定方式と言われる施工方法を定めるこのような2パターンがあります今回まず1つ目といたしまして品質規定方式この品質規定方式と言われるものは主として3つの方法があります1つ目が基準試験の最適含水比そして最大乾燥ミスを利用する方法 二つ目が空気感激率、または飽和度を規定する方法。三つ目は、締め固めた土の強度、変形独性を規定する方法。このような三つが挙げられます。一番、品質規定方式による締め固め管理は、発注者が品質の規定を、い、こちらは使用書という言葉が入ります。使用書に明示し、締め固めの方法については、原則として、ロ、施工者という言葉が入ります。施工者に委ねる方式であるというものになります。 今回はまずは発注者が品質の規定を使用書に明示してそしてその後にこの締め固めの方法については施工者に委ねる方法となっておりますのでこちらの特徴もしっかりと覚えてください2番品質規定方式による締め固め管理は盛り土に必要な品質管理を満足するように施工部位材料に応じて管理項目はこちらは基準値という言葉が入ります基準値頻度を適切に設定しこれらを日常的に管理するというものになります 施工部位であったり材料そして品質管理項目や基準値に関しては日常的に管理しなければいけないためこちら品質規定方式の2パターンもしっかりと覚えてください建設発生度の現場利用に関する次の文章の資格の言いから法に当てはまる適切な国を回答欄に記述しなさいという問題になります1番抗がん水費状態にある材料あるいは強度の不足する恐れのある材料を盛土材料として利用する場合一般に天日乾燥などによる「い」こちらは脱水という言葉が入ります 脱水処理が行われる、天秤乾燥などによる脱水処理が困難な場合は、できるだけ場内で有効活用するために、固化剤による安定処理が行われるというものになります。今回言われている天秤乾燥と言われるものは、太陽の熱や自然の風を利用して乾燥させることを言います。このようなものですね。これで乾燥させるというものなんですけども、水がたくさん含んでいる状態の材料ですね。 これ、あるいは強度の不足する恐れのある材料を盛り土材料として利用する場合に関しては、一般に天日乾燥による脱水処理が行われますので、こちらの特徴もしっかりと覚えてください。意に入る言葉は脱水という言葉が入ります。2番。一般に安定処理に用いられる固化剤は、ロ、こちらはセメント系という言葉が入ります。セメント系固化剤や石灰、石灰系固化剤であり、石灰、石灰系固化剤は改良対象土質の範囲が広く、 年性度で特にトラフィカビリティの改良を目的とするときは改良効果が早期に期待できる葉、こちらは性石灰という言葉が入ります。性石灰による安定処理が望ましいというものになります。今回言われている固化剤と言われるものはこちらは土の強度を増加させるためのものになります。建設発生度やデードの固化、そして軟弱地盤の改良等に使用されます。こちらには石灰系とセメント系などの種類に分かれます。ザクッと言うと白色と灰色のものになるということですね。 なので今回の問題に関してはローはセメント系が入ります。そして歯に入る正石灰と言われる言葉ですがこちらは酸化カルシウムのことを言います。石灰石を焼いてできる白い粉末のことを言います。こちらの特徴といたしまして水分と激しく反応するため粘性度と混合すると効果が早いというものになります。粘性度は水をたくさん含んでいるためその分激しく反応するということですね。なのでこの正石灰と言われるものは粘性度で特にトラフィカビリティの改良目的とするときは 改良効果が早期に期待できるため今回の問題このような性世界の特徴もしっかりと覚えてくださいこのように袋が固化剤に入っていてこれを引っ張ってそして混ぜていくというものですね続いて3労働安全衛生規則の定めにより事業者が行わなければならないととめし歩行の安全管理に関する次の文章の資格の言い方法に当てはまる適切な国を街答欄に記述しなさいという問題になります今回の問題は 労働安全衛生規則の370条の2項、371条、そして373条となります。土留めし歩行と言われるものはこのような絵が想像していただければ大丈夫です。ここが土留め壁と杭、そして火打ち針であったり腹起こし等があるということですね。この後ろが土になっていてその土を止めているというものになります。一番の問題に関しては組み立て図となります。組み立て図は焼いた、杭、せいた、腹起こし、切り針等の部材の配置、 寸法及び材質並びに取り付けの時期及び順序。こちら、いわ順序という言葉が入ります。順序が示されているものでなければならないというものとなります。2番、労働安全衛生規則の371条となります。事業者は、ドトメシ方向の部材の取り付け等については、次に定めるところによらなければならないというものになります。1、切り針及び腹起こしは脱落を防止するため、焼いた、杭等に確実に取り付ける。 2圧縮剤「火打ち針を除く」の継手は付き合わせ継手とすることと書かれておりますこのような火打ち針以外のものということですねその圧縮材、ここですね例えばこのような圧縮材に関しては付き合わせとしなければいけないというものになります3つ目切り針または火打ちの「刃に入る言葉は接続部という言葉が入ります接続部及び切り針と切り針との交差部は当て板を当ててボルトにより金結し 溶接により接合する等の方法により健康なものとすることと書かれております。今回、接続部と言われるものは切り針または火打ち針、このような火打ち針ですね。であったり切り針との接続部ですね。このようなところに関しては、交差部分、このような交差部分に関しては、当て板を当ててボルトにより金欠しなければいけないというものになります。数は移動式クレーンで仮設材の撤去作業を行っている現場状況である。この現場において安全管理上必要な労働災害防止対策に関して、 労働安全衛生規則またはクレーン等安全規則に定められている措置の内容について2つ回答欄に記述しなさいという問題になります。今回はこのような作業状況となります。1つ目の留意事項事業者は移動式クレーン運転士免許を受けたものでなければ当該業務をつかせてはならないというものになります。2つ目事業者は移動式クレーンにその定額荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。3つ目 事業者はアウトリガーを有する移動式クレーンまたは拡幅式のクローラーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは当該アウトリガーまたはクローラーを最大限に張り出さなければならないというものになります。このアウトリガーと言われるものはこれですね。これを最大限に張り出さなければいけないというものになります。今回の参考の文章はすべてコピーペーストで取ってきておりますのでもうちょっとこの文章を柔らかくしても大丈夫だと思われます。 コンクリートの打ち継ぎに関する次の文章の四角の E から法に当てはまる適切なこ,こを回答欄に記入しなさいという問題になります。1番と2番を一緒に行きます。1番。水平打ち継ぎ目でコンクリートを打ち継ぎる場合には、すでに打ち込まれたコンクリートの表面の E、こちらはレイタンスという言葉が入ります。レイタンス、品質の悪いコンクリート、緩んだ骨材流などを完全に取り除き、コンクリート表面を素にした後に十分にロ、こちらは吸水という言葉が入ります。 吸水させなければならない。2、延直打ち継ぎ面でコンクリートを打ち継ぐ場合には、すでに打ち込まれた硬化したコンクリートの打ち継ぎ面はワイヤーブラシで表面を削るか、チッピングなどにより、素にして十分吸水ですね。吸水させた後に新しくコンクリートを打ち継がなければならないという問題になります。今回の問題、1番に関してはこのような水平の打ち継ぎ部、そして2番に関してはこのような延直の打ち継ぎ部の問題になります。結論から言うとかなり似ています。 1>, 1番に関してはこのような水平の打ち継ぎ目でコンクリートを打ちつく場合に関してはこのようなすでに打ち込まれたコンクリートの表面のレイタンスと言われるこのようなものですねコンクリート脱出す時にブリーディング水によって表面に上昇してくるセメントの粒子や骨材の微粒成分が積み重なって脆弱な層このようなものを完全に取り除いてそしてコンクリート表面を素にした後に十分にこのように吸水させなければいけないというものになりますこちらが水平打ち継ぎ目の留意事項になります 続いて、延直打ち継ぎ面に関しては、このようなコンクリートを打ち継ぐ場合には、すでに打ち込まれたコンクリートの打ち継ぎ面をワイヤーブラシ、これですね。このようなワイヤーブラシ等で削るか、チッピングなどにより、素にして十分に吸水させた後に新しくコンクリートを打ち継かなければならないというものになります。チッピングと言われるものは、季節コンクリートの打ち継ぎ面をチッピングハンマーと言われるこのようなもの、不純物などを叩いて落とすハンマーですね。このようなものなどで剥がしたり、削り取ったりする作業のことを言います。 このようなことをして、表面を素にして、そして十分に給水させた後に新しいコンクリートを打ち継がなければいけないので、こちらの留意事項もしっかりと覚えてください。イに関してはレイタンス、ロに関しては給水という言葉が入ります。土工に関する次の文章の資格に当てはまる適切な語句を回答欄に記入しなさいという問題になります。1番、環境保全の観点から、モルドの構築にあたっては建設発生度を有効利用することが望ましく、建設発生度はその正常やいこちらはコーンという言葉が入ります。 高温指数により第1子の建設発生度から第4種の建設発生度に分類されるというものになります今回ですけどもこのような森戸ですね森戸と言われるものは傾斜や低地を造成する際に土を持って平らな敷地を造成することを森戸と言いますなのでこのように地盤があってそしてこのような斜面斜めっているところですねここに低地やそして、えー、この斜面に造成していくことこれを森戸と言います今回ですけども高温指数という言葉が出てきます コン指数は地盤の強さがどれくらいなのかを数値で表す指標の一種になります数値が小さいと柔らかい大きいと硬いというものが特性となっております現場の土の強度による分類や建設機械の走行性過去トラフィカビリティの量比などに用いられますこのようなものでこの建設発生度と言われる現場で発生した土はその正常やコーン指数によって第1種から第4種に分類されますので今回はこのコーン指数という言葉もしっかりと覚えてください 2番安定が懸念される材料やモリ土の利面勾配の変更ロこちらは「自用的スタイル」という言葉が入ります。自用的スタイル補強モリドやサンドイッチ工法の適用や排水処理工法などの対策を講じるあるいはセメントや石灰による安定処理を行うというものになります。今回2番に関しても非常に難しいんですけども自用的スタイルと言われるものはこのようなものですね。網状で透水性の良い食譜や不食布のシートの材料のことを言います。 これを使ってこのように盛り土をしていくということですね。この自用的スタイルを引いてから、そして盛り土をしていくというものになります。この軟弱地盤はこのように盛り土をしたら、どんどんどん滑っていきます。その滑りを防止するために、この引っ張り力がこっちに働くということですね。なので、盛り土をする際に、のり面の安定が懸念される材料を用いる場合に関しては、盛り土勾配の変更であったり、あとはこのような自用的スタイル補強盛り土などを行って対策を講じなければいけないため、こちらの用語もしっかりと覚えてください。続いて、 問問題5の説問に入ります建設工事現場で労働災害防止の安全管理に関する次の記述のうち1から6の全てについて労働安全衛生法などに定められている5くまたは数値が誤っているものが文中に含まれている1から6のうちから番号及び誤っている5くまたは数値を2つ選び正しい語句または数値を回答欄に記入しなさいという問題になります1番事業者は片枠手方向について シチューの高さが10メートル以上の構造となるときは、型枠くし諸の構造など、記載事項と組み立て図及び廃止図を労働基準監督署に当該仕事の開始の日の30日前までに届けなければならないというものになります。結論から言うと10メートルが不正解となります。回答は10メートルではなく3.5メートルが正解です。このように支柱が3.5メートルを超えるときに関しては、このような 組み立て図であったり配置図を労働基準監督署に用いなければいけないので今回の問題は3.5が正解となります。続いて2番事業者は足場上で作業を行う場合において悪天候もしくは中心異常の地震または足場の組み立てや一部解体もしくは変更後に作業をする場合作業の開始した後に足場を点検し異常を認めた時は補修しなければならないこちらの問題は 作業を開始した後ではなく作業の開始前に、えー、点検しなければいけないということですね。なので今回は後ではなく前が正解となります。続いて3番。重要な仮設工事にとどめ壁を用いて明かり掘削を行う場合、切り針の水平方向の設置間隔は5メートル以下、荒野板の根入れ長さは1.0メートルを下回ってはいけないというものになりますが、今回はこの1.0メートルが不正解ですね。解答は3.0メートルが正解です。 今回はこのようなドトメ壁ですね。ドトメ壁の値入れになるんですけども、この値入れの深さ、これが3メートル以上になってなければいけません。なので今回は1.0ではなく3.0が正解となりますので、こちらの数値もしっかりと覚えてください。数のようなプレキャスト L 型溶壁を設置し、路正面まで施工する場合、施工手順、丸1から丸3のうち2つ選び、それぞれの該当する工種名と、その工種に使用する主な建設機械名及び工種で実施する品質管理、または出来高管理の 確認項目を回答欄に記入しなさい。ただし、排水口は考慮しないものとするというものになります。今回はこのような L 型擁壁を施工していくというものになります。そして路床があって、最終的にはこのような道を作っていくというものになります。施工手順、○1 が答えから言うと、床こぼりそして、○2 番がプレケスト擁壁、末付工 ○3 番が盛土工、過去土台工になります。主な建設機械名は、バックホー、ラフテンクレーン、振動ローラーとなります。 そして品質管理、または出来高管理の確認項目として、床彫り口は基準高、幅、延長。そしてプレキャスト溶壁、据え付け工に関しては基準高、延長。盛戸、土、露体工に関しては締め固め度が入るというものになります。こちらを施工手順で説明していきたいと思います。まずは準備工、長張りがあるということですね。長張りをやっていく。そしてその後に掘削、床を掘削していくというものになります。この時にバックホーを使って品質管理などは基準高であったり、 幅、延長などを見ていくというものになります。軟弱地盤に盛土を行う場合、下記の5つの対策方法の中から2つ選び、方法の説明と主に期待される効果を記述しなさいというものになります。1つ目、掘削地漢方法。こちらは掘削により軟弱層を排除し、良質度に置き換える方法で、軟弱層が比較的浅い場合に用いられるというものになります。このような軟弱地盤があります。 それを一旦排除して、そして良質度に置き換え、そしてリドを行っていく。これが掘削痴漢工法になります。期待される効果は、液状化の防止や滑り抵抗の増加、そして全沈下量の減少となりますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて、リド補強工法。こちらは、リドに構成補強材料や、ジオデキスタイルなどの補強材を付設し、軟弱地盤とリドを一体化させ、リドを補強させる方法になります。こちらはこのような補強材料があります。 自用的スタイルなどですね。これを敷設していき、そしてこの軟弱地盤ですね。このように盛り土が施工されたら、このように滑り方向にどん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 軟弱地盤はこのように動いていくということですね。それを補強するために、この自用的スタイルなどがこの引っ張り力、こっち側に働きますので、これでプラスとマイナスを補うというものになります。期待される効果といたしまして、滑り破壊の抑止、そして地盤中の速報流動の抑止が期待されます。このような解説図をしっかり覚えて、この期待される効果もしっかりと覚えてください。 続いてサンドドレーン工法こちらは地盤中に一定の間隔で延直方向に排水性の高い砂柱を設置し軟弱地盤中の間隙水を排水する工法になりますこのようなマンドレールという機械がありますこれをどんどん掘削していきそしてある一定の場所まで行ったら砂を投入し砂をこう入れていくということですねそして空気で圧縮していきそしてマンドレールを引き抜いていきますこれをたくさんの場所でどん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 成功していくということですね 期待される効果といたしまして、地盤の強度増加や厚水進化の促進が促されますので、このような期待される効果もしっかりと覚えてください。続いて問題5の説問に安全上の留意事項。下記の現場条件で工事をする場合、括弧1、括弧2のいずれかを選び、その施工時の安全上の留意点を2つ回答欄に記述しなさいというものになります。今回はこのような解説ではありません。 こちらは令和3年度の二級土木施工管理技使第二次検定の問題8の図から抽出いたしました。こちらは今回の問題の類似の図になります。1番と2番に関しては、1番、こちらは地下埋設物に近接する箇所で施工する場合、こちらが当てまるということですね。こちらに関しては、労働安全衛生規則の第362条、そして建設工事、公衆災害防止対策要項の土木工事編第5章の埋設物から留意点を 抽出させていただきました。この労働安全衛生規則に関しては、ガス道管を移設する等の措置を講じたり、そして、当該作業に指揮するものを示し、そのものの直接の指揮のもとに当該作業を行わせる。このようなものを抽出しております。そしてこちらに関しては、埋設物についての事前調査と支掘を実施すること、そして埋設物の目印表示と作業員への周知をすること、そして周囲の地盤の緩み、そして沈下等を十分に注意する。このようなものが、 建設工事の公衆災害防止対策要項に書かれております。このようなことが留意点と回答するためこちらもしっかりと覚えてくださいコンクリートに特別の性能を与えるために打ち込みを行う前までに必要に応じて加える混和剤 JIS A6204JIS A6205 に規定するものを2つ挙げその目的を回答欄に記述しなさいという問題になります今回の問題は7つの混和剤について解説をしていきたいと思います1つ目 AE 材。 こちらは、コンクリート中に微細な独立した気泡、連邦空気、エントレインドエアを一様に分布させ、ワーカビリティや対当該性を向上させる目的があります。AE 材と言われるものは、エア、そしてエントレーニング、空気、流れに乗せて運ぶという意味になります。このようなセメント粒子、これに簡単に言うと空気がくっつくということですね。エントレインドエアを一様に分布させることで、ワーカビリティであたり、対当該性を向上させる。こちらが AE 材の目的となります。 続いて2つ目、減水剤。こちらはコンクリート中の単位水量を減らし、コンクリートの流動性を改善する混合剤で、スランプ値を一定に保持する役割があるというものになります。このようなセメント粒子、これにこの減水剤をつけることで、海面活性剤と言われるものがこのような付着していきます。そしてこちらは単位水量と言われる一流米の箱に含まれる水の量、これをどん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 減らしていき、そしてスランプ値を一定に保持する役割を持ちます。このような単位水量を減らしていくと、 コンクリート中の水分が減っていくためその分強度が増すということですねなのでそのような目的として減水剤は使われますのでこの減水剤の特徴もしっかりと覚えてください降雨融雪または地震に伴う土石流の発生や急激な水位上昇が発生する恐れのある河川において建設工事の作業を行うとき、土石流や急激な水位上昇などの発生の恐れのある時に発生を早期に把握する必要がある労働者を避難させ安全を確保するために 事業者があらかじめ定めておかなければならない事柄について労働安全衛生法令及び土木工事安全施工技術指針に基づいて3つ回答欄に記述しなさいという問題になります今回は土木工事安全施工技術指針の第12章土石流の到達する恐れのある現場での工事第1節、一般事項6施工計画における留意事項事前調査の結果に基づき上流の監視方法 情報伝達方法。避難路。避難場所について定めておくこと。7. 現場管理。こちらは土石流が発生した場合に速やかにこれを知らせるための警報用の設備を設け、常に有効に機能するように点検、整備ができている体制。森戸港に関する次の文章の四角に当てはまる適切な語子を回答欄に記入しなさいという問題になります。1番。森戸の実施にあたっては、 構造物の使用目的とその整合性、構造物の安全性、繰り返し荷重による沈下や糊面の侵食に対する、イ、こちらは耐久性という言葉が入ります。耐久性、施工品質の確保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性などを考慮しなければならないというものになります。結論から言うとこちら暗記になるんですけども非常に難しくなります。まず今回の問題を箇条書きにするとこちらになります。 森田の地震にあたっては下記の項目を考慮しなければいけません。築造物の使用目的との整合性、構造物の安全性、そして繰り返し荷重による沈下やのり面の侵食に対する耐久性ですね。このどん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 ずっとかかる繰り返し荷重ですね。このどんどん繰り返しにかかってくる荷重。これに対する沈下やのり面の侵食に対する耐久性。そして施工品質の確保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性。 このののようななものが森戸の実施にあたっては留意しけければいけません。今回の問題は耐久性という言葉が入りますのでこちらもしっかりと覚えてください。続いて2番。盛戸土材料には切り土工事等から建設発生土あるいは土取り場から採取運搬された土が利用される。これらの材料はろこちらは流土分布という言葉が入ります。流土分布、蘇生等が設計段階では不明なものが多く実際に切り土後に盛戸土材料としての 試験判断が必要ととななるというものになります今回の問題ですけどもこのような切り戸をしたものここをこのまま盛戸土として持ってくるということですねこのような切り土から盛戸土にこう行くんですけどもこの切り土であったりこの建設発生度に関してはこの土が利用されることが多いんですけどもこの材料に関しては流土分布という土の粒の大小や粗さであったり蘇生等が設計段階では不明なものが多いです なので実際に切り土をした後に盛り土材料の試験であったり判断が必要になります。まあ、この切り戸であったり、この搬入してくるものに関しては不明瞭ということですね。なので実際に試験をしなければいけないというものですね。ここで切って、そして試験をして、そしてここに盛り土をしていくというものになります。今回の問題は、これらの材料は流動分布という言葉が入りますので、この流動分布という言葉をしっかりと覚えてください。続いて2番。 初期灯害の用語の説明と、冠中コンクリートの施工において、初期灯害の発生を防止するための施工上の対策を一つ回答欄に記述しなさいという問題になります。まず今回言われている、初期灯害と言われる言葉は、こちら、コンクリート出後に、コンクリートが十分な強度を発現する前に、コンクリート中の水分が凍結し、強度発現を停滞させる現象のことを言います。なので、水分がこの邪魔をするということですね。凍結して邪魔をして、そして、 コンクリートの強度発言がどん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 遅くなるということですね。これが初期灯害になります。そして、寒中コンクリートと言われる言葉、こちらは1日の平均気温が4度を下回る寒い日に脱成されるコンクリートのことを言います。なので基本的には冬季ですね、11月とか12月、1月の寒い時期にかけては原則寒中コンクリートになったりするということになります。こちらの留意点といたしまして、一つ目、骨材は凍結したものまたは氷雪の混入しているものはそのまま用いない。 2つ目、単位水量は食糖外防止のため、ワーカビリティが保てる範囲内でできるだけ少なくする。3つ目、打ち込み地のコンクリートの温度は5度から20度の範囲を保つ。続いて、コンクリート打ち込み地に鉄筋、型枠等、氷雪を付着させてはならないというものですね。このように氷雪を付着してはならないというものになっております。強大、カルバートなどの構造物と盛土との接合部分では、不動沈下による段差が生じやすく、 平坦性がが損なわれるることがあるその接続部の段差をなくすための対策に関する次の文章の四角に当てはまる適切な語句を回答欄に切り抜きしてくださいという問題になります。1番、強大やカルバートなどの裏ごめ材としては、締め固めが容易で、圧縮性の「い」。こちらは「小さい」という言葉が入ります。圧縮性の小さい材料を用い、透水性が良く、かつ水の侵入によっても強度の低下が少ないような流度分布の良い。 素粒度を用いるというものになります今回の問題結論から言うとこの3つの暗記になりますこのような盛り土の材料の選定に関しては良質な裏込め材がありますこちらの特徴といたしまして圧縮性が小さいことそして透水性が良いことそして水深による強度低下が少ないこのようなものが良質な裏込め材料となりますなので今回はこのイに入る言葉圧縮性が小さいという言葉がこの良質な裏込め材料の用語となりますのでこちらの特徴もしっかりと覚えてください に関しては小さいといとう言葉が入ります。続いて2番、森戸と兄弟との取り付け部分に設置するロ、こちらは踏み掛け板という言葉が入ります踏み掛け板はその境界に生じる段差の影響を緩和するものであるというものになります今回言われている踏み掛け板と言われるものはこのような部分のことですねこちらが兄弟、そしてこちらが道路ですねその間の部分これが踏み掛け板になりますこの踏み掛け板は森戸と兄弟などの 構造物との取り付け部分に設置しその境界に生じる段差の影響を緩和するものでありますなのでこのような踏みかけ版という用語もしっかりと覚えてくださいレディーミクストコンクリート t h s A5308 の受け入れ検査に関する次の文章の四角に当てはまる適切な語句または数値を解答欄に記入しなさいという問題になります1つ目フレッシュコンクリートのスランプ試験はコンクリートの E こちらはコン転ステンシーという言葉が入ります コンシステンシーを評価するために広く用いられている。また、コンクリートのロこちらはプラスティシティという言葉が入ります。プラスティシティについても、この試験によってある程度判断することができる。したがって、スランプの試験値でなく、試験後のコンクリートの形や均質性などを注意深く観察し、ハ、こちらはワーカビリティという言葉が入ります。ワーカビリティの量比を判定する上でも参考にすると良いというものになります。まずは今回、 スランプ試験という言葉が出てきますこちらは現場におけるコンクリートの硬さや柔らかさを判断するために用いられる試験のことを言いますそしてコンクリートのスランプという言葉が出てきますがこのスランプと言われる言葉はスランプコーンにフレッシュコンクリートを充填し脱形した時に自重で変形して上面が下がる量のことを言いますまだ完全に固まっていないため形が崩れるということですねこのようなスランプコーンがありますスランプコーンの中にコンクリートを入れていきます そしてこちらはある一定の時間を経つとこのスランプコンを取り外すというものになりますそうすることによってコンクリートがまだ硬化しておりませんど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 んそのため沈下していきますそして沈下が終了したこの固まってこのストップした位置それと最初の位置ここを測定するということですねこの測定のこの数値ここが小さければ小さいほどコンクリートが早く固まっているこの数値が大きければ大きいほどコンクリートがまだ固まっていなく柔らかいコンクリートというものがわかります こちらは、後に出てきますが、判定基準といたしまして、2.5センチの場合に関しては、プラスマイナス1。こちらはスランプの試験で、この判定基準を、まずはじめに2.5と定めた場合ですね。そして、5センチ以上8センチ未満の場合は、プラスマイナス1.5までが許容範囲となります。8センチ以上18センチ以下プラスマイナス2.5。そして21センチ以上が、プラスマイナス1.5センチとなります。今回言われている、コンシスセンシーと言われる言葉は、硬さや粘度濃度などを表すことになります。 コンクリートの変形や流動性に対する抵抗性を表す言葉、簡単に言ってしまうと、硬いや柔らかいを表すというものになります。このスランプ試験は、硬さや柔らかさを判断する試験となるため、まずはこのようなコンシステンシーという言葉が入ります。突き固めによる土の締め固め試験、JIS-A-1210 を行い、その経過を示したものである。上記の結果から測定番号1から5の乾燥密度を求め、下記の1、2について回答欄に記入しなさいというものになります。 今回の問題はこのような含水比と湿潤乾燥密度これを使ってこの乾燥密度を求めていきます1番締め固めの曲線図の作成まずはこの締め固め曲線このようなものを作成する際はこの乾燥密度を求める公式こちらを覚えなければいけませんロー D と言われるこのような乾燥密度ですねロー D=100 プラス W これは含水比分の1 0 0るロー T こちらは土の湿潤状態となりますこれを使って、 今回、この数値を当てはめていくというものになります。測定番号の1に関しては、まずこの含水比が6になります。そして、筆順密度が1.590が、この数値となります。なので、こことここに当てはめていくと、このような式が生まれます。結果として1.5という数値が入ります。これを測定番号1から測定番号5まで全てやっていくということですね。そうすることによって、まずは一つ目のプロット。含水比6。6の部分が、この、 乾燥密度、ここが1.5なので、ここがプロットされるということになります。次いで乾燥密度が1.8に対して乾水比が8になりますので、ここがプロットされます。これをすべてどん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 んプロットしていくと、このような締め固め曲線が出来上がりますので、今回はこのような乾燥密度を求める公式を覚えて、すべて当てはめていき、そしてこの乾水比と乾燥密度を一つずつプロットしていけば、この締め固め曲線が出来上がりますので、こちらの解き方も何度も練習してください。 今回はこのような締め固め曲線が出来上がります。開拓工法により掘削を行う数の仮説構造物について次の問い1、2について答えなさいという問題になります。今回の問題はこのようなとど,どめ工法の概略図があります。こちらがとど,どめ壁、そしてこれがとど,どめ昇降になるということですね。1番、とど,どめ壁及び昇降についての目視点検項目とその確認内容について1つ回答欄に記述しなさい。ただし、墜落等による 危険防止のののの手すすす。り、り親等の法案施設にに関するももくというものになります今回はこのようなドドメ壁とドドメし方向があります。これの目視点検項目と、そして確認内容、どのようなことを目視で点検し、そしてどのようなことを確認していけばいいのかというものが今回の問題になります。今回ですけども、ドドメ壁について3つ、そしてドドメし方向について3つ、参考回答をしていきたいと思います。まずは1つ目。ドドメ壁のたわみ、花見出し、 これが点検項目になります。そして確認内容といたしまして、たわみ、はらみ出しの有無及び変形量について確認をするというものになります。今回はこのような壁があります。このようなドドめ壁。この外側と内側、このように分かれます。この外側に出ているもの、これがはらみ。そして内側にこう膨れ上がるもの、これがたわみと言われるものになります。なのでこのようなはらみであったり、たわみ。このようなものを目視で点検し、そして確認を行う。これが一つ目となります。二つ目。 ドどめ壁からの漏水、土砂流出。確認内容。漏水の濁り、含まれる土の種類と地盤の関係。このようなドどめ壁から漏水していないかというものを確認するということですね。三つ目。ドどめ壁の亀裂。確認内容。亀裂の有無。亀裂の発生箇所。このドどめ壁に亀裂が入っていないかを確認するということですね。続いて、ドどめ地諸行の切りりの通り、そして平坦性。確認内容といたしまして、 切り針の通り、平坦性に対する変形量を確認するというものになります。このように切り針と、そして腹起こしなどがあります。これの通りなどをしっかり確認していくというものですね。続いて4つ目。ドトメシ歩行の腹起こしのたわみ。確認内容は、たわみの有無及び変形量について確認するというものになります。こちらのたわみ及び変形量について確認をしていくというものになります。そして最後。ドトメシ歩行の中間食いの返上。確認内容といたしまして、 中間ぐの沈下、浮き上がり、そして湾曲。このようなものを確認していきます。こちらが中間ぐになります。こちらを確認していくというものですね。以上のような項目が目視点検項目、そして確認内容となりますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて2番。掘削が進んだ段階で行った計測管理に関し、以下の測定1、測定2の測定結果に対応する対策法の概要を各々一つ解答欄で簡素に記述しなさい。 ただし、安定対策の掘削底面下の地盤改良方法は除くというものになります。一つ目、計測位置。とどめ壁、または将校の応力度、変形が許容値を超えると予想された。こちらは結果から言うと、このようなとどめ壁があります。ここからこのようにですね、度圧がだいぶかかってくるので、だいぶ押されているので、このような変形量が許容値を超えていくというものになります。このように、とどめ壁や将校の応力度、そして変形が許容値を超えると予想された場合に関しての対策方法といたしまして、 1>, 1つ目が切りり、腹起こしの剛性を向上するというものになります外からのこの度圧ですねこれが強くかかっているため、それに対抗するためこのような切りりであったり、そして腹起こしここの剛性を強めるというものになります2つ目、切りりにプレロードを導入するというものですねこのプレロードと言われたものは威圧ジャッキを使用してあらかじめ切りりに荷重を超えることを言います こちらが切り針ですけども、あらかじめこのような油圧ジャッキを使用して、この切り針に力を加えて、この切り針の強度を向上させるというものが二つ目となります。三つ目、排水工法を実施し、地下水位を低下させ、土豆亀に対する水圧を軽減するというものになります。例えば、このようなディープウェル工法と言われる排水工法の一種があります。掘削構内、あるいは郊外にディープウェル、各個不解度を設置して、水中ポンプにより排水する工法のことを言います。 このような飛圧地下水があります。これをどんどん上に組み上げていくというものになります。それによって、飛圧地下水に押された南東水槽によって、このようなバンブクレが起こってきませんので、このようなものを対策していくというものが3つ目となります。移動式クレーンの作業に関する次の文章の四角に当てはまる適切な5個回答欄に記入しなさいというものになります。1番、移動式クレーンの選定の際は、作業半径、釣り上げ荷重、フック重量を設定し、 こちらは性能曲線という言葉が入ります。性能曲線図で能力を確認し、十分な能力を持った機種を選定するというものになります。今回はこのような性能曲線図、こちらが正解となります。このような性能曲線図はこのような高さですね。市場予定の高さ、そして作業半径を導き出すために用いられる。これが性能曲線図になります。移動式クレーン、このような移動式クレーンの選定の際は、作業半径、そして釣り液荷重、 フック重量を選定して、そしてこのような性能曲線図で能力を確認し、十分な能力を持った機種を選定しなければいけないので、今回はこのような性能曲線図という言葉が入りますので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて2番。送配電線類の近くで作業を行う場合は、移動式クレーンの接触による感電災害を防止するため、送配電線類に対して安全な、路、こちらは離角という言葉が入ります。離角距離を保ち、作業を行うというものになります。 今回はこのような重機があります。重機と送配電線ですね。ここがあります。こことここの理学距離。これが今回言われている問題になります。このような送配電線類の近くで作業を行う場合は、この送配電線類に対して安全な理学距離を保ち、作業を行わなければいけませんので、こちらの用語もしっかりと覚えてください。続いて3番。移動式クレーンを設置する地盤の状態を確認し、地盤の支持力が不足する場合には、移動式クレーンが点灯しないよう、 地盤の改良。鉄板等により釣り荷重に相当する波。こちらは地盤反力という言葉が入ります。地盤反力が確保できるまで補強した後でなければ移動式クレーンの作業を行わないというものになります。今回はこのような地盤のことを言っているということですね。この地盤の支持力が不足する場合に関しては、この移動式クレーンが点灯しないように地盤の改良であったり、このような式鉄板等により釣り荷重に相当する地盤の反力ですね。地盤反力と言われるものは 重さに対して地盤が反発する力のことを言います。こちらが確保できるまで補強した後でなければ、移動式クレーンの作業を行ってはいけませんので、今回は地盤反力という言葉が正解となります。こちらの用語もしっかりと覚えてください。コンクリートの施工に関する記述として、適切でないものを次の1から10から3つ抽出し、その番号と適切でない箇所を挙げ、その箇所を訂正して回答欄に記入しなさいというものになります。1番、凝結効果の初期に、 凍結を受けたコンクリートは、その後適切な養生を行っても強度は回復しない。こちらの問題は正解です。今回言われているこのような初期倒壊と言われる言葉が出てきます。こちらは、コンクリート脱出後に、コンクリートが十分な強度を発現する前に、コンクリート中の水分が凍結し、強度発現を停滞させる現象のことを言います。このような現象がコンクリートの効果を前に起こってしまうということですね。初期倒壊により損傷したコンクリートは、 適切な養生を後に行っても損傷は元に戻らず耐久性や水密性が著しく劣ってしまいますなのでこのような初期灯害に関しては十分に留意しなければいけません今回はこの適切な養生を行っても強度は回復しないが正解となりますのでこちらの特徴もしっかりと覚えてください続いて2番水中コンクリートは空気中で施工するコンクリートの場合よりも配合強度を高くするかもしくは設計基準強度を小さく設定するこちらの問題は正解です 今回の問題、非常に難しい問題になります。そもそも水中コンクリートと言われる言葉は、水中で脱出されるコンクリートのことを言います。このようなものですね。この水中でコンクリートを脱出すると、材料分離が起こしやすくなります。そのため、コンクリートの強度を高める必要があります。例えば、空気中の配合強度が 24kNm の場合に関しては、水中で行う脱出ですね。水中コンクリートの場合は、配合強度をそれよりも大きくしなければいけません。 なので空気中で施工するコンクリートの場合よりも配合強度を高くしなければいけないというものが1つ目で分かります。そしてここが難しい部分になるんですけども、例えば設計基準強度を2 1 k n ルこれはこの設計基準強度と言われるものは簡単に言うと、施工する前の設計段階で計画で定める数値のことを言います。この計画で定める前の数値を2 1 k n ルとした場合に関しては、この実際現場で行われる場合、配合強度は 3 0 k n ル h m とするというものになります。なので実際は大きく打ち込んでいるんですけども、設計基準強度は低く見積もっているということですね。打設前に数値を低く見積もると、実際に打つときは強度を大きくして配合することから、設計基準強度をあえて小さく見積もるということになります。最初から数値を大きく見積もりすぎても良くないので、この設計基準強度は実際に打ったときよりも 小さくなりますので、この今回言われている設計基準強度を小さくすると言われるものは、このようなことを言っておるため、こちらの説明もしっかりと理解していただければと思います。続いて3番。初中コンクリートの施工では、打ち込み時のコンクリートの温度は35度以下でなければならない。こちらの問題は正解です。結論から言うとこちらの数値の暗記になります。下記に挫折されるコンクリートは、凝結が早いため、コンクリートの温度を35度以下にしなければいけません。 なので今回このような数値もしっかりと暗記してください。続いて次の問題に入ります。数は誘導者及び地山掘削作業主任者を配置して、油圧ショベル、カッコバックホーで構造物のとこぼりを行い、ダンプトラックに掘削度の積み込み作業を行っている現場状況である。この油圧ショベル、カッコバックホーの掘削、積み込み作業時において潜在している危険、または有害要因、過去予想される労働災害を2つ挙げ、 その防止対策をそれぞれ回答欄に簡素に記述しなさい。ただし、ダンプトラック作業及び第三者の侵入に関する記述は除くものとするというものになります。今回の問題ですけれども、このような油圧ショベルですね。油圧ショベルを使って、この掘削度の積み込み作業を行っているというものになります。こちら、油圧ショベル、過去爆砲の掘削積み込み作業における潜在している危険、または有害な要因、過去予想される労働災害ですけれども、まずは一つ目。 このような威圧ショベルですね。威圧ショベルが掘削箇所から落下するというものになります。二つ目、威圧ショベルと誘導者が接触。三つ目、このような地盤が緩み、威圧ショベルが点灯。四つ目、威圧ショベルのかぼりによる傾斜の崩壊。そして五つ目、積み込み時にバケットがダンプと接触というものになります。こちらの対策といたしまして、続いて次の問題に入ります。 建設工事に関する資材の再資源化等に関する法律、過去建設リサイクル法に基づき、建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等を適切に処理する場合、発注者及び下請けを委任へ、元請け業者が実施しなければならない必要な手続きを2つ挙げ、その概要をそれぞれ回答欄に簡素に記述しなさいという問題になります。今回の問題は、元請け事業者が実施しなければならない手続きとなります。これは回答としまして、 発注者への説明、そして発注者への完了報告、下請けおい人の告知、こちらが必要な手続きとなります。元請け業者が発注者へ説明、そして官僚の報告をしなければいけません。さらに元請け業者は下請けおい人への告知を行わなければいけません。こちらがまず一つ目の回答となります。続いて、元請け業者が実施しなければならない必要な手続きの概要ですね。一つ目の発注者への説明、こちらは第12条の 対象建設工事事のの届出にに関すす。る事項の説明になります第1項。対象建設工事を発注しようとする者、発注者から直接当該工事を受けようとする建設業を営む者、元受け業者は当該発注をしようとする者に対し、少なくとも第10条、第1項、第1号から第5号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付しなければならないと書かれております。こちらに関しては、1。解体工事である場合においては、 解体する建築物等の構造。二、新築工事である場合においては、使用する特定建設資材の種類。三、工事着手の時期及び工程の概要。四、分別解体等の計画。五、解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み。このようなものが、この実施しなければならない必要な手続きの概要となります。二番、発注者への完了報告。こちらは第十八条の 発注者への報告等からの取材となります。対象建設工事の元動け業者は、当該建設工事に関わる特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、事務省令で定めるところにより、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨を、当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないというものになります。 今回、概要については、特定建設資材廃棄物の再資金が等が完了した旨を、当該工事の発注者に書面で報告するというものが、この概要となっております。続いて、三つ目の必要な手続きの概要。こちらは、下請け要人の告知、第十二条、対象建設工事の届出に関わる事項の説明。対象建設工事注、地中車、各行元請け業者は、その請け負った建設工事の全部、または一部を、 他の建設業を営む者、確保した請け負人に受け合わせようとするときは、当該他の建設業を営む者、確保した請け負人に対して対象建設工事について発注者から都道府県知事または市町村長に対して届けられた事項を告げなければならないというものが今回の概要となっております。この概要として書かなければいけない項目は、 対象建設工事について発注者から都道府県知事または市町村長に対して届けられた事項を告げなければいけないというものが概要となります。こちらの問題非常に難しいんですけどもこのような事項がありますのでしっかりと覚えてください。以上今回問題6番を解説させていただきました。これで一級土木施工管理基地の問題は終了となります。次回はまた別の動画について解説していきますのでそちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。